はい。こんにちは。こんばんは。おはようございます。えー、本日はですね、えー、と、とても有料な銘柄、ショーボードホールディングスが、まあ、そろそろ買い時ではないかというですね、あの話できればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はじめ1分ぐらいで軽くポイントだけ押さえますと、えっ、ー、と、ファンダメンタル的な情報とテクニカル的なところ、どっちも喋りますが、まずファンダの話すると、えー、ショーボードホールディングスですね、えっ、ー、と、株主還元欲非常に高いです。 はい、えっ、ー、と配当成功が50%でかつえ実、ー、写株会直近3年で100億していくっていう中で、総還元性向も7。5%をはい維持します。よっていうのを述べてます。はい、非常に株主還元意欲高いですね。 2つ目、これちょっとマクロ的な話ですけども、えっと、国家強靭化対策の、えー、需要増っていうのをしっかり影響を受けてます。はい、これ、令和5年の予算編成ですかね、国土交通省から出てるものですけども、えー、6兆600億で、プラ26億ですかね、昨年に比べると、はいえっと、公共事業関係費っていうところをですね確保しておりまして、その中でまあ防災とか減災、国土、国 強靭化っていう取り組みを推進しておりまして、まあ、指揮法とかにも載ってますけどもこれの、はい、影響でしっかり売り上げそして利益っていうところを共に伸ばしてます。 テクニカル的な話いけますと、まあ、ここ半年ぐらいですね、ずっとレンジ相場だったんですけども、直近の高値圏を超えてきたっていうところで、底値圏からのトレ転初期、えー、狙えるんじゃないかなと思ってます。はい,っていうところで、まあ、このような理由からですね、ファンダメンタル的にも、テクニカル的にも、まあ、そもそもいい会社っていうのもあるんですけども、まあ、チャート見てもですね、トレ転初期狙えるかなっていうところで、この銘柄狙えるんじゃないかなっていうところですね。 はい、で実際に、まあ、1週間前とかですかね、ツイッターでこの銘柄いいんじゃないかなっていうところを述べました。まあ、ちょっとこう、間違ってこれけん、この会社建築業なんですけど、誤って不動産セクターのやつ載せちゃってるんですけど、まあ、ちょっとこれはすいません。はい、で、えー、とこのツイートして、実際に自分でも自社、あの信用取引とかもしてみましたけど、まあ、合計2万円ちょいぐらいですかね。 えっと、この銘柄だけで、はい、稼げましたので、まあ、あの、これ短期で稼いだんですけども、あの、現物とかでもですね、えっ、ー、と、これから長い、えっ、ー、と、形で、えー、狙えるかなと思ってますので、まあ、ちょっと、はい、お話しできればなと思います。で、これ、最終的な株価ストーリーとしては、ちょっと今、あの、少し変わりすぎなサインとかも出てるので、ちょこっと下がって、この5,600円が、 あの、抵抗体から今、サポートラインになると思ってるので、ここの5600円で弾かれて、また株価上がるっていうストーリーを、えー、7割ぐらいの、70%ぐらいの確率で、えー、起きるんじゃないかなと。で、まあ、このまま上がっていくのが、まあの、9、えっ、ー、と、の20%ぐらいで、このままもうダメだっつって、下がっていくパターンが10%ぐらいで、まあ、もうちょい5%ぐらいですかね。みたいな感じで、ちょっと見てるんですけども、まあ、あの、普通にいい会社なので、まあ、ちょっと深掘ってから、はい、ご説明できればと思います。 はい、長くなりましたね。えー、というところで、消防のホールディングスですけども、まあ、先ほど少しお話ししましたが、えーと、インフラ保守工事っていうところを専業でやっている会社になってます。はい、指揮法とかにも載ってますけど、あの非常にですね、えーと、高速道路だとか、工事だとかやっているっていうところで、国家強靭化計画の、あのー、 影響をしっかり受けて、えっと、売り上げ伸ばしてます。株価5800円で、時価総額が3000億、PR が24までやや高いんですが、まあ、 いい会社だから、それだけ買われているっていうところですかね。ROE が13.1%、自己収入率が84.2%、はい。財務的にも問題なく。そして、配当利回りが2.1%なので、まあまあ、普通にそこそこ配当はあるかなという感じです。で売上高は右肩上がりで上がっておりまして、営業利益率も右肩上がり基調になってます。はい、で配当とかも右肩上がりですので、まあ結構綺麗な形ですね。好きな形ですと。 で、えっ、ー、と、受注残高ですかね。えっ、ー、と、これ非常に重要な、あのー、指標になってますけども、まあ、受注高から直近の売上とか引いたものが受注残高になってまして、えー、将来の、えっ、ー、と、売上ですかねっていうところを表すようなものになってます。で、ここも期末の受注残高とか見ていくと、まあ、直近3年ですかね、えー、ぐらいっていうところは800億、780億、そして800億ぐらいっていうところで、 あのまあ、安定して受注残高、まあ、つまり将来の売り上げっていうところが確保できているというのも分かるかと思います。はい、で、えっと、こちら2月10日に決算が直近出てきておりまして、えっと、次出る決算が 5月10日ですかね。はい。もうすぐですけども、5月10日にはなりますが、まあそこを見ると、初期のところですかね、2月分の決算を見ると、まあ、売上高、営業利益は減収減益ですけども、そんなに大きく下がってないです。はい。まあ原価上昇とかの影響ですかねっていうところで利益とかも少し下がってはいますけども、まあ受注残高とかも、あの、 確保されてますし、価格転換ですかねっていうところもですね、吸収できているっていうのが書かれてありましたので、まあ、あの、この2023年の第3クォーター、第4クォーターってところは、はい、まあ、そんな大きく減益とか減少になるような決算は出ないかなと思ってます。はい。 まあ、そして、えっと、まあ、あの、同じ話にはなりますけども、配当政策、資本政策ですかね。こちら、配当成功50%以上を維持するよっていうところと、まあ、直近3年で100億の自社株買いっていうところで、総還元成功ですね。1年で配当に50%、自社株買いで25%で合計75%はあの株の値還元しますよっていうのを書いてます。で、さらに、えー、政策保有株ですかね。取引先とかの株っていうところも自、自株部衛生20%は売却しますよっていうところで、 はい、まあそういうのも書かれてた,ったりしますのでまあ本当にいい資本政策だなっていうところですかね。でチャートのところですけども。 はい、こんな感じで今ですね20日と60日の移動平均線というところがゴールデンクロスを形成されまして、まあ、その直後ぐらいですかね直前直後ぐらいで株価を大きく、はい、高値上げてきてますでまだ120日移動平均線は下落基調なのでトレンドはまだ長期下落ではありますけども株価をここを超えてきたっていうところ株価の方がこの120日をあの抜けてきたっていうところなので、まあ、この半年ぐらいの平均 株株主は、まあ、概ねえっと株価のののがが高いいでで、えっと、含み益の人が多いですなので、まあ、これからですね、えっと、ここの移動平均性がさらに上がってきて120日も上向いて、えー、ゴールデンクロスがまた形成されてっていうところで開示を優位になって株価上がっていくっていうストーリーを見ています。 はい、で、あと気になるところで言うと、信用残高ですかね。はい。っていうところを見ると、まあ、改ざんが大体13万株ぐらい。で、倍率だけで見ると5倍なので、まあ、需給ちょっと良くないんじゃないかって話はあるんですけども、えっ、ー、と、チャート、これ、改ざんが13万株。これ覚えておいてください。で、えっ、ー、と、消防ドホールディングスの出来高、ここに載ってるんですけども、大体10万株。 から、まあ、二十万株くらいですかね。えー、と取引をされておりますので、改ざんが十三万株なので、まあ、そんなに改ざん悪さしてないかなと思ってます。まあ、何が言いたいかというと、まあ、現物であのしっかり買われて、まあ、例えば二十万株、三十万株とか買われてったら、まあ、改ざんのその、なんていうんですかね。受、えー、給の悪さの影響というのは、めっちゃちっちゃくなるので、まあ、そこまで気にしなくていいかな。同じぐらいなので、一対一ぐらいなので、まあ、そこまで気にしなくていいかな、っていう印象です。 はいまあ、ですので、まあ、このようなところから見ていくと、買い需要結構優位ですが、まあ、短期的には RSI ですかね、変わりすぎ、売られすぎの指標を表します RSI の方がまあ70%を超えてきているので、まあ、ややちょっと変わりすぎかなっていうところで、まあ、少し理覚の動きが出てきて、 いや、でもそれでもいい会社だよねって買いに行くっていう感じが、まあ、一番ストーリーとしてはあの可能性大きいのかなっていうところで、まあ、この2000、5600件、あの節目でもあり、意識されてた抵抗体にもなるので、まあ、ここがちょうどサポートラインに入れ替わるんじゃないかなっていう読みですね。はい、で、最後ですか。えー、こちら建築業界のセクターですけども、めちゃくちゃ伸びてますね。はい めちゃくちゃ調子よく上がってきているよっていうところで、まあ、ちょっと気になって、消防ドホールディングスと建築業界のセクターを割ってみたんですけども、まあ、これ上行くと1414 14の銘柄の方があのパフォーマンス良くて、下行くとセクター平均の方がパフォーマンス良いってなるんですけども、もうこれを見るとあんまり消防ドホールディングス、あの調子よくないんですね。はい。っていうところがありまして、もしかしたら他の建築系の業界とかの方が株が上がってる銘柄とか多いかもしれませんが、 まあ、圧倒的なファンドメンタルズですかねっていうところを有しておりまして、まあ、インカムゲインですかね。配、は、当、い、プラス社株会とかの、はい、あのー、株主還元欲も高いですし、まあ、底根、ね、県でトレて初期なので、まあ、キャピタルゲインも狙いやすいかなっていうところで、まあ、今回、えっ、ー、と、この消防とホールディングスの方を、まあ、動画でご紹介させていただきました。はい、まあ、時々、あの、こんな感じでツイッターとかでも、えっ、ー、と、 面白そうな銘柄ですかね。紹介するようにしておりますし、まあ動画でももちろんこんな感じで解説できればなと思いますので、はい、えっ、ー、と、SNS、えー、ウォッチしていただけると助かります。まあ一番ウォッチしてないのは欲しいのはこの銘柄ですね。多分いい銘柄、多分というか普通にいい銘柄なのは確実ですので、えっ、ー、と、タイミング的には正直、あの、私資金持ってたら今なんですけど、ちょっと、 先ほど申し上げた通りちょっとあれさえ高いので少し様子見てもいいかもしれないなっていうところはあります。はいという形で簡単でありますが以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。